ちょうどいいじゃん、色が。美味しそう。もうこんなもんかもね、色的に。手作りおかき。美味しそう。なんか中からお餅がさ、こう膨らんで、お餅がほら膨らんで出てくる。ふーっと。かわいい。お餅が出てきて、膨らんで。唐揚げみたいになってるね。あと塩を振ってね。あー、美味しそうね。サクサクで、中からさ、ちょっとお餅がこう出てきて、外はカリカリで中がちょっとしっとりって感じでね。今日一日でね、これだけ雨と12センチくらいあんだかな。でも二目ゴム編み覚えたね。ほらこういう感じでこう伸び縮みする。だからまあ頭にねかぶった時伸びるから
一玉、毛糸一玉でね、このくらい編めるから、もう一玉編んだら完成かな。もう半分ね、同じぐらいの太さになったら完成にしたいと思います。だいぶ編んだね、今日一日で。ずっとやってたからね。揃うようになってきたね。初めてのね作品だからこれね、なんとか完成しそうだねこれね。